どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですね、リッチベンダーズコモンウェルス PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、商人が持っているキャップの上限が引き上げられまして、5万キャップとなるモッドとなっております。で、すべての商人ではなくて詳細に書いてある商人のみとなりますのでご注意ください。さらにですね、ダイヤモンドシティマーケットにいるマーナーなどは売っているものが少し増える形となっております。あとはロード順となりますが、今回は上の方にロード順の方を置いています。それではですね、簡単なモッドとなりますのでご紹介の方をしていきます。で、通常通りですね、取引の方をしてもらいますと、取引画面の方でキャップの方が5万キャップとなっております。で、マーナの場合はですね、弾薬にあるフュージョンコアやミサイルの販売数が増える形となっております。ざっと見る時間はあるわ。一つ一つ半。で、詳細に書いてある商人であればキャップの方が5万となっておりますので、キャップを稼ぐには便利なモッドかと思います。また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はリッチベンダーズコモンウェルス PS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。